昔この菩薩峠には八五郎一味という山賊がおってな、頭の八五郎は七尺を超える大男で槍の達人、そりゃ手に負えない圧巻だった。何でも豊臣勢の生き残りで大義のためと触れ回って金銭を集めておったのだとか、藩の目を盗んでは山越えをする商人や村を襲い、悪逆の限りを尽くしたそうな。ある年、八五郎は手下を連れ小さな港町を襲撃した。殺すだけ殺し、奪うだけ奪った。かろうじて生き残った者は八五郎に戯れで生かされた子供一人。自らの武勇伝を語り聞かせ、宴で釈をさせたという。八五郎は子供好きでな、ひとしきり可愛がった後、切り捨てて次の子を見繕っていたんだと。その子供も死産決断の中で自らの運命を悟ったろうよ。夜明け前には自分も同じように骸になるのだろうとな。おしまい。じいさん、話はそれで終わりか？何も落ちちゃいねえじゃねえか。八五郎一味とその子供はどうなったんで？どうも何も、この話はそれだけなんだよ。八五郎一味はこの夜を最後にみんないなくなっちまった。何日か経ってな、藩の殿様が手勢を連れて港町に来てみれば、あるのは町人たちと八五郎一味の死体だけ。港にあった荷物もそのままさ。なんだいそりゃ。一味は仲違いで殺し合って自滅したってのか？町一つ襲っておいて。まあなあ、八五郎も槍を手にしたまま死んでいたって話だ。他に面白いことと言ったら、まああれかね、後に港町のありさまを見聞した役人はこんなことを殿様に知らせたらしい。ことはすべて一人の妙手の技によるもの。町の入り口から出口まで、たまさか立ち寄った旅人が町を通り過ぎるよう、群がる山賊ども84人、ことごとく切り伏せて候。そいつい作り話にしてもやりすぎだ。藩の足軽が手を焼く山賊を一人で返り討ちた。そんな流れ者がいるもんかい。いたらそれこそ噂の武芸者、剣術無双の武蔵何がしってな。あれ、あ、待てよじいさん、八五郎一味は死んだんだよな。ならガキはどうなったんだ？一人だけ生きてたんだろ？それがな、なかったんだよ。
子供の死体が一人分。死んではいないが、生きてもいない。弥五郎たちと一緒に、その子供も、この世からいなくなっちまったのさ。何の良しあって俺を狙う。水の型で行く。消し放てみよ。火は熟した。押し放た。
鬼ごとはしまいだ。これにて王手と相なったか。主。下がれ、ライダー。名を知らせずして打ち果たすは我が心情にもとるゆえ。私は由井小説烈士足らんと志すものである。宮本伊織殿、この度は誠に申し訳ないが、ゆえあってお命をいただく。俺はまだ死ぬわけにはいかない。兄ちゃん見つけた。カヤか。やっほー兄ちゃん。悪いが今は手が離せない。長屋で待っていてくれ。こら、はあ、危ない真似はよせ。こうでもしなきゃ兄ちゃんやめないでしょ。ほんと相変わらず稽古好きなんだから。まったく、お前こそ相変わらず威勢がいい。もちろん兄ちゃんもちゃんと稼いでご飯食べて。あ
べてないじゃん。もうダメだよそんなんじゃ。いやまあそのなんだ、言い訳無用。私にはすぐわかるんだから。ついこの前も飢えてこそたどり着く境地がどうこうとか言って、結局お腹空きすぎて倒れちゃったの。もう忘れた？自分を追い込むのもほどほどにしないと。あれは未熟だった。未熟ゆえ腹の具合を見誤った。兄ちゃん、一言もない。本当にしょうがないんだから。ほらこれ。どうせこんなことだと思っておむすびこさえてきてあげたの。これ食べて稼いできなさい。まあいつも悪いな。できた妹がいて兄は鼻高々だ。本当？ってごまかされないんだからね。ちゃんと稼いでちゃんと食べてね。わかったわかった。助之進に口利きを頼んでみる。さお前は小笠原の家に帰れ。俺もすぐに出る。兄ちゃん、気をつけて頑張ってね。あ、お前も小笠原様に迷惑をかけるなよ。よう、いおりさん、来るのを待ってたよ。ちょうどあんたの腕を借りたいとこだったんだ。一つ頼めるかい？なあ、こたびは何をすればいい？それなんだがな、盗みを企てる無頼の浪人どもを懲らしめるか。おう、頼むぜ。近頃この手の浪人どもが多くてな、おかげでこちとらてんてこまんよ。牢跡に走る浪人はまだ増えるぞ。改易や取り潰しに遭う大名家が多い。おのずと浪人も増えようものだ。
まあな。いや、あんたは偉いよ、伊織さん。かの新面武蔵のお弟子様にもかかわらず、はした金で俺の務めを手伝ってくれてよ。世が世ならあんた、立身出世も夢じゃなかったろうにな。望んだあり方だ、これでいい。だが、はした金というならお前、もっと積んでいいんだぞ。腕に似合わんよな。すまん。奉行所もこれでなかなか厳しくてな。いや、冗談だ。そう言ってくれるとありがたいね。そんじゃま、よろしく頼むぜ。手はず通りに盗みに入る。先を思えば金はいくらあってもいいからな。石川何がしの真似事か。やめておけ、首が飛ぶぞ。なんだ貴様、面倒だ、消せ。また一つ強くなれたか。片付いたか。よう、終わったな。いつもながら手際が良くて助かるね。手強かったぞ。いささか肝を冷やした。そうかい。そうだ、
では銭をいただこう。おいあんた、その手はどうしたよ。左手の甲だ、ずいぶんなざじゃねえか。あざか、あざ、確か先刻の浪人が何か言っていたな。こりゃまた派手に赤くなってんな。あんたが食らうたは珍しいこともあるもんだ。少しはもらったが、左手の甲受けた覚えはない。放っておくさ、痛みはないし医者に見せる金もない。なあ、そうかい。そんじゃこれが今日の分だ。明日も来いよ。明日は確か吉原だったか。揉め事には欠かない町だ。だからあんたみてえな腕利きがいるんだよ。頼んだぜ。さて帰るか。お疲れ様。夕げの握り飯も用意しておきましたか。世話を焼きすぎだぞかや。しかしありがたい。このあざ、痛みはないが色味が濃くなっているな。なんだ。紅玉は寝ているか。明日にしよう。せくようなことでもなし。たかが左手のあざ一つ、我がなぎの日々が揺らぐほどでもなし。食ったら寝るか。今宵はやけに月がまぶしいな。しかず、俺はまだ死ぬわけには。俺はまだ死ぬわけにはいかない。この光、やはり。察するに、君が私の呼び人か。
待て、貴殿は？ふむ、私はセイバーのようだな。セイバー？いとまがない。まずは離れる。呼び人よ、君の名は何だ？伊織、宮本伊織だ。では伊織、遅れるなよ。待て、セイバーと言ったか、司祭を。気安いな。呼び捨てられる覚えはないぞ。名乗ったのはそちらだ。いや、話をするいとまはないか。行くぞ。逃がすな。弱い。君、剣以外の脳はないのか。なくはないのに。揺るがぬ血のごとく。もらった。行くぞ、伊織。ではないがな。まじない、妖術の類か。僕の手、威力はないが出が早い。剣のみよりいくらかマシだ。灰は灰、塵は塵。すべてを等しく燃やし尽くしましょう。一晩のうちに二鬼と相まみえるとは幸先が良い。命が惜しくば下がれ、より私がやる。
少し彼らを見たい。ライダー、発目せよ。解き放つ。火の海に沈みかねえ。俺はどうすれば。よりほうけるなよ。同類がここにも一人。欲しがりだな、ランサー。ならば来い。ここを収める気はないか。ならば。これは。ホーグ。やめろ！今の何が起きた？引きましょう、マスター。英月の儀、人目をはばかるべきかと。我らも下がる。ライダー、宮本伊織、マスターの一人として今は不足と見た。承知。伊織殿、次に会う時は必ずやお命いただく。逃げるか、おのれ。待て、セイバかの夜、青年の平穏は終わりを迎えた。刃を心を交わし、彼は
願いを叶えんとする。7人のマスターが最後の1人まで殺し合う生存競争、己が願いが叶うのだ。君は英月の義を何とする？八百夜鳥を火の海にはできない。人の道に反する行いだ。思うところはあるが、嘘のない良い返答だった。師匠は？そこで別人だとは思わないわけね。よろしい、この師匠の手貸してあげましょう。死をもって命じる、本物の地獄を見せてやれ。フラム・ヘイ・エトランジェ。宮本伊織、マスターの一人として今は不足と見た。お命をいただく。君は弱き者なのだ。英霊に比べれば。俺の本分は剣士だよ。どれほど弱かろうともな。あんたはマスターになった、ゆえに自らこの儀を抜けることはできない。お前にはきっと俺と同じものが見えている。そう感じた。私はポイエット家の長女にして時計塔の魔術師ドロテアよ。お前の夢は決して成就しない。君の在り方は君自身が決める。我こそは二天一流宮本伊織なり。